私の名前はさとみ。自分で言うのもなんだけど、超売れっ子女優。お疲れ様でーす。はぁ、疲れたしね。私の唯一の楽しみはこれ。はい、すっぴんドーン。たまーにある休日にすっぴんで出かけること。自分で言うのもなんだけど、すっぴんなら誰にも気づかれない。出かけるところはできれば田舎がいいが、某人気ゲームの目的地のルーレットで決まったところに行く。今回は静岡県修善寺。ルーレットは絶対到着。まずはコンビニでビールでも買って。あいたー。あ、ごめんなさい、すいません。あ、早速イケメン。え？ああ、なんでもないです。観光ですか？はい、そうなんです。一人で楽しんでくださいね、修善寺観光。あれ、行っちゃった。ずーん、仕方ない、こういう日もある。いざビールを。ごめんなさい、大丈夫ですか？いたたたたたたた、すいません。ああ、私の方こそ。まずはビール片手に観光でもって、浮かれすぎてました。もしよかったらこれ飲みます？あははは、そうなんですか。僕も浮かれすぎてお酒買いすぎてしまって。あ、この修善寺橋のかかる神奈川は鮎の友釣り発祥の地という説があるほど友釣りが盛んで、神奈川を制すれば全国を制すと言われているらしいです。ああ、すみません。急にペラペラと。流星さんは一人で観光ですか？え、あ、まあ観光みたいなもんです。ん？待ち合わせしてたんですけど、全然来なくて。あ、連絡来た。どこ？ああ、じゃあ向かうね。さとみさん、では。よし、気を取り直して修善寺観光にレッツゴー。ちょっと、え？あんた、最近流星とこそこそ連絡取って浮気してる女。なんだ、違うのか。ごめん、最近今までと違う香水つけてるみたいだし、証拠つかんで発倒してやるんだから。あ、危うく発倒されるところでした。あ、そういうのはあまり言わない方がいいかと。さとみさん、一緒に尾行するわよ。え、私も？乗りかかった船でしょ。ちくしょう、あいつどこ行った？どこ行ってたんだよ。ケンイチ待ち合わせ場所にいないから。ずっといたよ。まあいいや、行こう。本日はよろしくお願いします。お、いた。よし、じゃあ尾行開始ね。ラジャー、浮気をする男なんて絶対に許さない。ほんとよ、もう隣の男は誰？ニーニーでダブルデートか？くそ、ダブルデートしたいぞこの野郎。あ、さっきも女の人と電話してたっぽいよ。やっぱり。ここは東司の守護神とされる薄様明王を祀っていて、下半身の病気平癒にご利益があると言われてて、そしてなんとトイレの神様を歌った上村かなさんがヒット祈願をして絵馬を奉納した神社でもあるんだ。ここでワンポイント。東司とは寺院のトイレのことなのである。流星のやつ、なんでそんなこと知ってんのよ。一緒に来たことはないに決まってんでしょ。よし、まだ尾行続けるわよ。なんか綺麗な場所。確かに水が綺麗。ここイカダバのわさび田は東京ドーム3個がすっぽり入ってしまう広さで、静岡県の棚田10選にも選ばれている場所で、静岡県はわさび栽培の発祥の地で、わさび生産量は全国2位だけど、産出額と栽培面積は全国1位を誇るんだよね。そして静岡県で栽培されているわさびは高価で、高級食材としていろいろなところで活用されてるんだ。なるほど。で、これ絶対に誰かと一緒に来たことあるよね。だよね。くっそー、誰と来たんだよ。あそこまでペラペラと説明できるって。大量のわさび食わして絶対に泣かす。
この常連の滝は日本の滝百選の一つで、とある歌のおかげで超有名になったんだけど、なんだかわかる？石川さゆりさんの天城越えだ。ピンポーン。ぬー。そしてここには女郎雲伝説ってのがあってな。何それ？その昔、一人のおじいさんが滝の近くの畑を耕していた。いやー、疲れた疲れた。すると女郎雲がやってきて、その男の足を木の枝と間違えて糸を絡みつけている。なんじゃこりゃ。まあ切るのはかわいそうか。とおじいさんは近くにあった切り株にその糸を巻きつけ立ち去ろうとすると、その切り株は滝壺の中に吸い込まれていきました。恐ろしくなったおじいさんは村まで逃げ帰ると、村人にこの出来事を話しました。それからこの滝に近寄る人はいませんでした。そしてそれから長い年月が過ぎ、一人の男が常連の滝の近くで木を切っていました。すると、うわー、手が滑って斧が滝に落ちてしまった。仕方なく男は滝壺に飛び込み斧を探しましたが、見つかりませんでした。その時、大きな岩の陰から、これはあなたの斧ですね。返してあげましょう。ですが、ここで私の姿を見たことを誰にも話さないと約束してください。もし約束を破ったら。わかりました。男は約束を守り、そのことだけはみんなに話しませんでした。しかし、ある時仲間と酒を飲んでいると、酔っ払ってついその出来事を話してしまいます。俺、常連の滝の主の女郎雲も見たことあるんだぜ。すんげー綺麗な女だったんだよ。男はそのまま深い眠りにつき、二度と目が覚めなかったそうです。うん、オッケー。え、それにしても綺麗な滝だなあ。ちゃんと歌碑もあるんだね。それにしてもなんであんなに詳しいんだよ。てか全然浮気相手来ないね。お待たせ。待ってないよ、今日はありがとう。ついに現れたか。はるかちゃん大丈夫？ダメだ、殺意に満ち溢れている。この橋は何なんだ？何？恋の橋巡り？修善寺温泉場の中心部を流れる桂川。ここに架かる5つの橋には恋の言い伝えがあり、5つ全ての橋を願いをかけながら渡ると恋が実ると言われています。だって何が恋が実るよ。橋もろともお前の恋愛ぶち壊してやる。ここでワンポイント。それぞれの橋にはこんなご利益があるんだって。私も誰かと一緒に渡りたい。あ、固形橋近くの源楽ってお店のおまんじゅう本当に美味しいから後で食べてみてよ。あと修善寺駅の中のたけしの味寿司も。お、いいね、食べよ。さあ次は一緒にやりたいことがあるから、四月殿へレッツゴー。ここ四月殿は北条政子が息子頼家の冥福を祈るために建てた伊豆最後の木造建築なんだよね。そしてじゃじゃーん、お伺い石。この石は願いを込めて持ち上げてみて、軽いと感じたらその願いは叶うんだって。流星くんは何を願うの？それは決まってんじゃん。なになに？あのバカ、ニヤニヤしながら鼻の下伸ばしやがって。ほら、じゃあ願いを口に出しながら持ち上げてみなよ。なんで口に出しながらなんだよ。ほらほら、恥ずかしがらないでさ。はい、動画回してあげるから。やめろよ。あ、ごめん、電話かかってきちゃった。あ、どっか行った。はるかちゃん、もうちょっと耐えるのよ。もう証拠も取ったし、いいでしょ。まだ、もうちょっと。そういや、お前ら長いよな。付き合ってどんくらい？3年くらいかな。そっか。はあ、
は私と同時期に付き合い始めたってこと？ずっと二股されてたのか。マジか。今の動画に押さえといたからね。ありがとう。ついに本性を表したわね、ゲス野郎。もう行ってくる。よっしゃ行こう。ちょっと流星、ずっと私二股されてたんだね。え、あるか。源の頼家様には悪いですが、修羅場が始まります。なんでいるんだよ。今日一日ずっとつけてたのよ。最近こそこそ誰かと連絡取って浮気してるんでしょ。さっきまでイチャイチャしてた女がそうなの。はるかちゃん、なんか勘違いしてるよ。あ、駅前でぶつかっちゃったイケメン。こんなところでまた出会えるなんて、やっぱり運命。あれ、ケンイチくん？ん？知り合い？今日は流星に頼まれて一日修善寺の下見してたんだよ。今度はるかちゃんと一緒に修善寺旅行に行きたいからって。え、でもあんなにいろんな観光スポットの説明たくさんしてたし。ああ、あれは今度はるかちゃんと来た時にかっこよく説明したいからって俺が覚えさせた。今日はそれのリハーサルしてたんだよ。こそこそ連絡してたってのは多分俺かな。こいつ全然覚えられなくてさ。でも一生懸命頑張ってたよ、はるかちゃんのために。そう、なんと。じゃあ香水は？最近全然違う香水つけ始めたし。これは前はるかがこれならいいかもって言ってくれてたやつ買ってつけてみた。なんだ、嫌だったか。なんだなんだ、めっちゃいい彼氏じゃん。流星ごめん、私勘違いしてた。流星が浮気してるのかとずっと思ってた。俺もこそこそごめんね。めでたしめでたし。あれ、その人。うん、一緒に尾行してくれてたさとみさん。はじめまして、ケンイチです。あは、忘れちゃいました。修善寺の駅前でぶつかりましたけどね。ああ、あの時の。すみません、あの時コンタクトが外れてしまって何も見えていなくて。だから今日は一日どつきのサングラスでした。はは。さとみさん、なんか巻き込んでしまったみたいですみません。でも修善寺を観光できたのでよかったです。あ、そうだ、今度さ4人でダブルデートでも。ナイスパス。はるかちゃん、流星軍カップルと私とケンイチくんの4人でダブルデートね。あ、いいね。やったー。レイカもオッケーだと思うよ。ですよね。ごままんじゅうとたけしの味寿司おいしいだぐすん。最後までご視聴ありがとうございました。ほっこりしたよって方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。